ポラリティ1でだいぶいろいろ語っちゃったんで、はい、そうですね。それレベル上がっただけです。言っちゃったら終わりな気がしないでもないですけど、はい。じゃあポラリスがそうですね、これで12分入ってますもんね。うんうん、という、まあ、ショートカット技にも使えるぞっていう感じですね。そうですね。武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど、何ですか今日の企画は。今日の一冊ってあの参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい。まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね、新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高田先生、はい、今回の参考書は何ですか。今回紹介する参考書は、関正雄の英語長文ポラリス応用レベル2です。はい、ポラリスの2ですね。はい、はい、来ました。まあ、ポラリス1でだいぶいろいろ語っちゃったんで、はい、そうですね。それレベル上がっただけです。言っちゃったら終わりな気がしないでもないですけど、はい、2はですね、あのだいたいマーチレベルから、まあ、あの地方国公立レベルぐらいをこう結構その網羅しているような教材、まあね、外国大とか入ったりもするんですけど。あ、そうですね、はい、うん。だからまあ、あの標準からちょっと難関ぐらいかなって感じなんで、まあ、あのレベル的にはハイパートレーニングの3と、まあ、それよりちょっと簡単なの入ってるかなぐらい、レベル別長文の5とハイパーの3とかそんな感じですかね、はいはい、イメージ。なるほど、うん、そうですね。じゃあそのレベル別5とかハイパーの3とかの比較がやっぱ気になると思うんですけど、うんうんうん、どういう人はこっちがいいよとか、どういう人はこっちがいいよとかありますかね。基本的にやっぱその英語苦手だなとか、そのレベルに入りたてだなって人だったらハイパートレーニングの方がいい、だからレベル別の方がいいかなって感じですけど。そうですね、だそのレベルに入れるなってより詳しくやるならポラリスかなっていう印象ですかね、うん。じゃあレベル別英語長文の5紫のやつとかをやって、はい、もう一冊やりたいなと思ったら、うん、ポラリス2とかもありだよと、うん。あのマーチレベルの長文だと、例えばあの毎年出る品質英語長文とかあるじゃないですか。ありますね、はい、あれ30台あるじゃないですか。30ありますね、はい。なので それがちょっとやる時間ないなとか、ちょっとむずいからきついなみたいな場合だったら、一旦その、はい、あレベル別の5をやってからポラリスの2で、今24台なんで2冊、ね。なるほど。じゃあポラリスが、うん、そうですね、これで12分入ってますもんね、うんうん、という、まあ、ショートカット技にも使えるぞっていう感じ、ね、そうですね。時間がないと英語苦手な人でマーチ受けたいみたいな人のちょっとした変則的なルートというか、うんうんうん、解説詳しい参考書ルートですね。毎年出るの代わりにレベル別5プラスポラリス2みたいな、うん、はい。私ではね、マーチに入ってるけど普通にむずいですからね、あれは。むずいっすよね。後半の文章は特に、ね、そうですね、うん、苦労しました、はい。なので、まあ、説問の解説もそうだし、構文も、結構詳しく書いてくれてるんで、まあ、もう長文の参考書としてはやっぱりすごくいいかなっていうふうに思いますね。わ、うん、かりました。いろんな、うん、でもそういうショートカットにも使えるような便利な参考書ですね、うん、ですね。なので、まあ、やっぱり1冊目とか2冊目に使う長文って感じかな。やっておきたいの後に使うものではないと思いますね。あ、なるほど。やっておきたいはもう SVOC とかほとんど振ってないですもんね。まあ、本当にあれは実践じゃないですか、どっちかっていうと。そうですね、問題を解くっていう感じですもんね、うん。なので、まあ、やっておきたいの前に使うと、形でまあ利用してもらえればいいんじゃないかなって思います。わかりました、はい。今回は以上です、はい。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからあったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。